小倉発電所は、かつて、福岡県北九州市小倉北区東港に存在した火力発電所である。1931年より1963年にかけて運転された。戦前期に北九州工業地帯における電気供給を担当した九州電気機動が建設。近隣の大門発電所とともに、同社の主力電源であった。 1939年に日本初送電へと出資され、その後1951年から廃止までは九州電力に帰属した。廃止時の出力は8万1 0 0 0ット。現在の北九州地域を中心に電気鉄道事業と電気供給事業を営んでいた九州電気機動が建設した発電所である。同社は1911年により小倉市芋次長に 大門発電所を運転し電源としており、需要の拡大に従って1927年までに6度の拡張工事を重ねていた。会社では、さらなる需要拡大を見込み、1929年5月、第7期発電所拡張工事として、平松浦埋立地にて新発電所建設に着手した。新発電所は2年後の1931年11月29日に、 竣工即日運転を始めた。この新発電所は、小倉第一発電所と命名され、従来、小倉発電所を名乗っていた、芋地町の発電所が、小倉第二発電所と解消したが、後に第一発電所はターンに、小倉発電所となり、第二発電所は、大門発電所とされた。小倉発電所の用地は、九州電気軌道が埋め立て事業を行っていた。 平松浦埋め立て地の一角。この埋め立て地は1942年になって東港町と命名されている。発電所の主要機器の内ボイラーは米国バブコックウィルコックス製。タービン発電機は英国メトロポリタンイコールビッカース製と欧米の優秀な機器が揃えられた。発電機は出力27000キロワット2台と大容量で、さらに石炭運搬貯蔵装置。 不良炭や粗悪炭を利用する微粉炭燃焼装置、自動燃焼装置、燃焼外処理装置など、最新鋭の装置を備え、高効率発電により、発電コストの低減が図られている。その後1939年1月になって、頻発する発電機スラスト故受けの小損事故の対策として、予備出力確保を目的に、出力 27000kW の3号発電機が、 増設されている。1938年4月、特殊会社日本発送電を通じた政府による発送電の管理を規定した電力管理法が交付され、続く同法施行例で出力1万キロワット町の火力発電設備は日本発送電に帰属するものと定められた。これに従い同年8月、九州電気起動は小倉大門両発電所、 日本発送電設立の際に、同社へ出資する、楊定身大臣より命ずられた。翌1939年4月1日、日本発送電は設立され発電所を継承した。発電所を失った九州電気機動は、その後、配電事業を九州水力電気へ譲として、交通事業専業となり、福岡県下の鉄道事業統合に伴って1942年に、 西日本鉄道となっている。日本発送電移行直後の1939年8月、同社は小倉発電所の設備増強に着手した。1月に行われた3号発電機増設の際に、ボイラーの増設を行っていなかったことから、ボイラー増設のみで、資金、資材、工期すべて有利に発電力の増強が可能とされたためである。同年11月に、 日立製作所へ設備を発注し、既存建屋とは別の建屋を新築して、ここへ据え付け、1943年3月に、竣工させた。このボイラー増設工事によって発電所出力は5万4キロワットから8 1キロワットへ引き上げられた。太平洋戦争後の戦後復興による需要増加に際し、設備の改造によって、タービンの出力向上を図る目的で、 工事中止となった築上発電所用に、三菱神戸造船所が製作中であったボイラーを転用し、1949年12月に6号ボイラーとして増設した。この増設による出力増はなく、1年半後の1951年5月1日に、電気事業再編成、日本発送電解体に伴って、小倉発電所は認可出力1 0 0 0ットのまま、 大門発電所と共に九州電力へと継承された。小倉大門両発電所による発生電力の周波数はいずれも 50Hz であった。九州では他にも 50Hz の発電所があり、九州の電力圏の下半を占める 60Hz 圏の中に 50Hz 圏が混在する状態が戦前から長く続いていた。周波数をどちらかに統一する動きはあったものの資金。 資材や電力需給の面から容易ではなく、実行には至っていなかった。こうした中、戦後の電力需要増加で5 0ルツ圏の需給が逼迫したのを機に、周波数統一が具体化し、研究の結果、北九州の小倉、戸端両発電所の改造を、需要化側の6 0ルツ転換と並行して実施することとなった。まず、 小倉発電所3号発電機が改造対象に選ばれ、1949年1月から 60Hz での運転を開始。ついで2号機も1951年3月に転換工事が進行し、九州電力発足後の1955年に残る1号機の改造も完了した。1960年代に入ると、九州電力では、 火力発電主体の電源開発計画を立案して、新型の大容量発電所を相次いで建設した。北九州では1961年10月に、出力15万6 0 0 0ットの新小倉発電所が運転を開始している。その一方で旧式発電所は相次いで廃止されており、小倉発電所についても1963年11月30日付で、 同じ1931年運転開始の港台1発電所と共に廃止された、1953年3月末時点の発電所設備は以下の通り、ありがとうございます。